わしが天下御免の YouTuber 前田圭一はぁということで皆の衆息災館こたびは名古屋は大須の地万象寺より届けてまいっておるが信長様の父君である信秀様の大事でもあるこの重要な場所の目の前にコンパルと呼ばれる飲食店飯どころがございます。今日はここの取材にやってまいったんですが、みんなコンパルは知ってるか。なんとな、非常に歴史が深い、飯どころでござって、昭和22年に創業いたして23年、翌年にはまさしくここ現在ござるこのコンパルのところに今日構えて、南屋に名古屋名物であるエビフライサンドをはじめ多くのサンドウィッチなるものだな、これを届けておって南屋に愛されておるこの飯どころでござるんじゃが、なんとこのコンパルの名前の由来みんな知ってるか。これは創業したものが戦で戦争なるもので中国の唐の国に参った折に、そこにござった金の春とコンパルという飯どころが非常に賑わっておると、それを見てこの日の元に帰ってきてから己が自身もそのような店を作ろうということでコンパルという名前にしたところだ。今回はこの賑わっているコンパルにわしもいざ実食してまいりで、名古屋名物楽しんでまいろいざ。さあでは宮の衆、コンパルの店内に入ってまいった。まあ周りはな、多くの客たちがおるように後で写真の方で見てもらいたいんじゃけども、時代を感じるのをやはりあの昔ながらのと思うすか、このサテン文化っていうのかな、名古屋は非常に有名でござるゆえに、我ら名古屋人にとっては非常に友と語り合ったり家族で談笑するな、このようなまあ時代を感じる心持ちのな、ござる座敷なんかがな、非常に板につくわけなんだけども、これはメニュー表なのかな。もう目の前にこの名古屋名物のエビフライサンド980円、ポークカツサンド、味噌カツサンド、ミックスサンドと、実は25種類以上のサンドイッチを展開しようということで、独自のおましものを用意しとるということで、今日はなこのエビフライサンドを食べることができるで、今待ち遠しい。ちなみに答えたらね、このようにサテンよくあるあるのものじゃけども、必要なものが全て揃ってある。このような景観もわしにとっては映えるものでござると思うでな、待ってやおうぞ。どうじゃ皆の衆やってまいったぞ。うまそうじゃろうこれ、いいよこれが名物でござるんだけれども、いざまあ3つな、このようにござるわけですよけど、卵焼きも挟まってるし、こちらがキャベツでござるかな、サラダなるものかな、野菜がおいで、エビフライ、エビフライ名古屋名物だからな、この焼き目とかも良いな、この見えるかの焼き目、うん、もう分かる、触った時分かる、サクサクしてる食感かな、このわしに分かる。ではいざ実食、いただきます。うん、エビは肉厚で、いわゆるボリューミーなこのエビぐらいでござる。これが3つも備わっているのは男は嬉しいと思うぞ。これはただまだエビフライとキャベツがないい引き立て役になっておって、これは何個でも食うことができる。うまいぞ、見ましょう。ちゅうことで見ましょう、完食じゃ。いやエビフライサンドだ、あなたでエビフライサンド誠にうまいことだった。見てのとおり、やはり揚げ物じゃから、まあ、おなごとかもな、ちょっと胃にくるんではないかとか、ちょっと脂っこさとか気にするかもしれないが、さっぱりしよう。こんなにさっぱり食べるのに、もしかしたら、このキャベツの組み合わせなのかもしれないが、エビフライって言ったら、ここで脂っぽさを感じる。非常に食べやすい。このサンドイッチなるものも、やはり長年の歴史で培ってきた技術をな、ここに見ることができました。ゆえに、今からポークカツサンドと味噌カツサンドとミックスサンドも食べようと思う。よし、いざ。ええ匂いするじゃろ、宮の衆。
先ほどいくつかサンドイッチあげましたけども、頼んだのはこちらなんじゃな。こちらが見てくれ、名古屋コーチンで作られたコーチン卵サンドというものが700円、非常に安い値段でござる。4つな届いたんだけれども、名古屋コーチンってみんな知ってるか、名古屋名物でもござるんだが、見ての通りふわふわの卵でな収められてるんだが、もうすごい香りなんじゃ、誠に卵サンドなれども甘い香りが、で見るとキュウリになるものだな、信長様の織田真子のキュウリが相手に挟まってる。今日はこれを食ってやるで。いやうまそうじゃ。で先ほどのサンドと違いもって見て焼き目がござらんで、だから卵のふわふわ感を生かすためにこのような焼き目がないようになってるんだろうな。じゃあいざ実食、真ん中から参ろう。甘い、誠に甘いぞこれ。甘いし、先ほどふわふわじゃろうなって言った、思った以上にふわふわじゃった。もう食感がふわっていったらもう口の中に卵が広がります。やはり名古屋コーチの使う通りでじゃろうな。名古屋コーチの特徴と申すと、栄養満点でその旨味を凝縮しとるっていう点でござる。でこういった卵サンドのようにふんだんに卵を使って、卵、きゅうり、もうこれだけで戦うことができる。ぜひとも皆も食べてみるがよい。おぬし、チャンネル登録をいたせよ。